はい。それでは次にですね、行ベクトルと列ベクトルということで説明します。R をですね、このように1357と横1列に並んだものとします。これはつまり1行 M 列の行列と、つまり 1×M 行列と考えることができますが、このように1行だけの行列のことを行ベクトルというふうに言います。つまり、まあ、あの、 数字が一列に並んでいるだけなので、まあ、ベクトルなんだけども、横に並んでいるので、まあ、行ベクトルと言いましょうということですね。それに対して、縦一列に並んでいるものを、つまり N 行一列の行列のことを列ベクトルと言います。まあ、これは取りも直さず、数ベクトルと同じものですね。ですから、N 次元数ベクトルっていうのは、N 行一列の行列というふうに見直すと考えるということで、まあ、あの、別名のように考えてもらったらいいですね。 はい、行列と見ると列ベクトルというふうに言うし、まあ、数ベクトルなのでもともと数ベクトルという概念があったので数ベクトルということですね、まあ、演算的にもですねあの同一のくくりで考えますのでこれはまあ差し支えないということですねでちなみにですね国や学会によって行ベクトルを数ベクトルとして扱う場合もあるわけですね まあこれは言ってみればですね、縦横を全部こうひっくり返した世界で、えー、この後やります掛け算、積とかですね、全部順序を逆にして、えー、やったりすると、一応まあ成り立つんですけども、えー、両方同時に考えると話が全然わ,わけわからなくなりますので、えー、ここではですね、あの数ベクトルといえば列ベクトル、縦に並べたものと考えて扱うということになっています。で、えー、まあ行列の大 I 行や大 J 列は、行ベクトル、列ベクトルというふうに考えることができてですね、 えちなみにこの A っていうのが135で B が211だとですね横にこう AB を並べますとそうするとこれ厳密に言うとこれをそのまま135書くとですねどうなるかっていうと135と211とこうなるわけですねなんじゃこれっていうのになるわけですけどもここでこの括弧をもう取っ払っちゃうんですねもう器はこれはあの要するにえっとまあ溢ふれないようにするための入れ物なのでえ大きい外に大きな器があったらですねもうこれもう取っちゃって そのままポンと据え置くということになります。ですから、えー、このような行列があった場合に、135というベクトルを A、211というベクトルを B と置いたら、これは AB と書くことができますよということになるわけですね。同様にですね、行ベクトルが2つあったら、それを縦に並べたものですね、これはこのような行列を表しますと。逆にまあこう行列があって、横の行を、まあ、1行、2行、3行というのを まあ何かこう置いてやったら縦に並べてそれを行列とのまあえっと略記ですね行列を少しあのベクトル単位とかにでえ書き表すと、まあ、その方がいろいろ演算とかですねの上でも都合がいいとまあベクトル自体もですねいちいち成分書くんじゃなくて何か一つの記号で B ベクトルとかこうに書くのがですねまあ言ってるのは略記といいますかあベクトル11成分でね B1B2 とか書いてると大変なのでまあこれ B で一つ表して 成分が必要になったら最後に成分を使うという形になっていきます。で行ベクトルと列ベクトルについてですね、えっと、今の話をまあ簡単に復習するちょっとした問題ですね行ベクトル列ベクトルの例題として行として1213を含み列ベクトルが3次元数ベクトルである行列を選べということですね。はいじゃあそれではねちょっと簡単にさっと10秒ほどで考えて見つけてください。 はい。えー、見つかりましたでしょうか。えっ、ー、と、まずですね、えー、列ベクトルが三次元数ベクトルということはですね、なん、どういうことですかね。行数が3ということですね。1、2、3ですね。ですから、列を取ったらこう3つ並びますので、えー、行数が3行であるということですので、えー、これとこれとこれとこれ全部落ちちゃうんですね。はい。ということで、えー、まあこれは2つしかないんですけども、またこれ同じパターンですね。えぇ、ー、1、2、1、3が行ベクトルの中にあるやつ。 こ,うありますね、これありますね。ということでこの2つが正解ということですね。はい、ちょっとなんか面白くない身も蓋もない問題でしたけども、はい、よろしいでしょうか